キルショット使わない？大丈夫。使わない、使わない。なんかわかんねんけど。このままで一回抜いちゃえば。シャバちゃん始まりました。オミです。みなです。ここです。よろしくお願いします。今日は神田にありますアックスさんにやってきました。こちらはなんとじゃじゃーん、小野投げ。え、小野投げやったことありますか？ない、初めてです。あるないよね。初めて初めて。でもなんか最近流行ってるみたいで、TikTok で、そう、いろいろ流れてきたりするんですけど、ちょっと日頃ストレスも溜まってるんじゃないかということで、小野投げに発散に、うん、なんかなりそうじゃない？横であのやられてる方もいるんですけど、結構音がすごくて、そう、ね、そう、びっくりしちゃう。なんか一応ルールを聞いてみたので説明したいと思います、はいはい、まずはあちら分かりやすく、うん、あそこに投げるんですけども、外枠から1点、2点、3点、4点、5点、赤いところが6点、うんうんうん、そしてなんとあの青い点が2つあるじゃないですか、うん、あちらがキルショットっていうみたいで、うん、全部で10回投げれるので、ね、1人当たり、うん、その中で2回だけキルショットを使うことができます、うん、でもその前にキルショット投げますって言ってから投げないと、宣言してから、はい、たまたまそこに当たったとしても1点にしかなりません、はい、しかもキルショット投げますって言ってあそこに当たんなかった場合0点、まあ、うちらみたいな初心者はキルショットは使うことはないと思うけど、例えばさ、この勝負の最後の方に、うん、もう8点ぐらい取らへんかったら負けるってなったら、キルショット発動みたいな感じなのか。これ解決なんですか？解決です。あ、嘘。はい、個人戦で1人10回なんで、まあ単純に30回、うん、ここから投げていきたいと思います。全員初心者なので、はい、多めに見ていただいて、お願いします。はい、挑戦していきたいと思います。シャシャグじゃんけん、はい、はい、こうでしょ。うわ、こんなとこでじゃんけん勝った。最後3番、はい、で2番、1番、一番弱そうな人1番にする。はい、ということで準備ができたので1投目いってらっしゃい。当たって、この辺が当たったから左手で投げる。左手投げる、片手じゃん、両手だ。高さの差はある。重い。片手だと。これごめんね。だから携帯行ったらごめんね。はい。携帯行ったら100点です。行きます。いや、怖い。思ったより力いるんや。思ったより力いる。こうでしょ。行きます。怖い。全然これね、刺さる方がやっぱり難しいんだって。回転させたら勝ち。めっちゃ横見てる。横見てる。超ごめん、こっちにいたのが一番怖いよ。そう、多分あのね、今ね、歯も歯、それそれ、うん、そこだね。こう。え、怖い。ちょっと待って。はい。こうね。うん、そう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 。こういう感じでしょ。そうそうそう、それそれ。笑った。どんどん。どんどん。どんどん。え、むずい、普通に。ポイントが取れるのかという。いや、ほんとそうよ。めっちゃむずいし。惜しくない？甘い。甘い。お、やったじゃん。でもさ、真ん中狙うどころかさ、刺さることしかもう目標にしないから。今、そうそうだよ。はい、はい、うん、うわー、惜しい。難しいな。なんかダンスとかとは違うんだ。それはね、むずいっす。掴んだわ、これ掴んだ、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 マジ掴んだ。本当かよ。はい、やってください。オッケー、行かなきゃいけない、ね、一番ダサい。一番ダサいよ、今のは。恥ずかしい。一番ダサいよ。めっちゃ恥ずかしい。やばい、今のは超恥ずかしい。めちゃめちゃ難しいよ、だってこれ、ほんまに、うん、頭だけ気をつけてください。そうね、このままで一回抜いちゃえば。ね、多分まっすぐがいいと思う。いきますよ。
もうなんか投げただけ。日が当たる感じね。え、回転しすぎなのかな、コンコンの。あ、ゴー。どこが痛い。おー、こちらなんて。一点。多分刺さってると多分枠ない。一点。刺さってる。枠入ってるそれ。入ってる。入ってます。一点。一点です。いきます。はい。ついです。ないよ。ないよ。使うの？コツ使うのってない。使うのへんやん。三点でかいな。でかい。香港がゼロというのは結構珍しい。すごい刺さってますよね。すごいんだけど、なんか回転数、ね、このこれが出てきたから多分刺さんなかった。何が出てきたの、ご飯に。何が出てきた、刺さかれ。この間に刺さったから、ここにこれが出てきて、刺さかれにクレームつけてる。刺さなかった。刺さかれにクレームつけてるよ。刺さかれにクレームつけてるの。あれなんかわかんねんけど、ゼロやけど、ゼロやけど、回転数はわかるようになってきた。0.5 でいい。 0.5 いただいていいんですか。0.5 じゃダメ。あれでもさ、2回とも同じらへんに行ってるでしょ。そうだね。だからそっちに多分曲がってるってことよね、手が。いやでも刺さるようにはなってる。でもここにさ、残念落ちてんだよね、これね。イエス。おー、2点。うまい、うまい。すごい綺麗な刺さり方。イエー。フロアなんだけど。いきますよ。うん、見本見たらスローンって言ってた。あー、惜しい。刺さり方がトゥーンって感じね。上で話しすぎなんだ。ちょっと舐めてるよ。左足前だしみたいな。え、こう。マジ、これはわかんない。やりたいやつ。めちゃめちゃいいとこ行った。同じとこ行った。あれは1点だって。見てよ、枠に入ってんじゃん。入ってますか。え、マジで。でも黒いとこに入ってはいる。ギリほら、ギリだったよ。やばい。ていうか、足変えたらいけるっつって全く同じになりそうだ。いきますよ。はい。あ、無理無理だ。6投目が始まったところで、あおみんが5点、私が2点、コンコンが0。いきます。壊しないあれ。大丈夫大丈夫。ほんとにふんわり上に行ってる感じすんもんね。いくよ、うん、ちょっと待って、予定の方がいいかな。予定の方が力入るくない。入りすぎ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 。だってもう6投目だ。今7投目です。早っ。なんか両手だとさ、真上に行くから。まあ、アオミにはポイント稼がれると困るから。まだ逆転できるから。え、全然できるよ。いきます。はいよ。前にやる。うわ、めっちゃ欲しいな。欲しい。いきます。あ、でも点数なんだよ。それはそう。そこで待てる。なんかさ、怖い怖い。わかる。音がめっちゃ恥ずかしいんだよ。怖い。あ、下手なやつの音が出るよ。1投目か。はい、あ、いきまーす、はい、どっちどっち。あー、ゼロだ。ゼロだ。いや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 、刺さっとる。1刺さっとるよ。あ、刺さってないかも。刺さってないかも。このこのミリ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 審判審判いや、これ黒入ってません。黒入ってるよね。いや、ギリ入ってないね、これ。ほらほらほら、あ、ギリ入っ、いや、ここに入らないの。あ、入ってるから。ほらほら、1点です。ドーハの奇跡。やめてよ、リナが悪くないよね、今のね。ドーハの奇跡知らないの。2ミリぐらいのね、話ですよね。どうぞ続けてください。なんかこっちが悪いみたいになってるけど、知らない方が恥ずかしいんだよね、今。すまんすまんすまん。いきますよ。珍しいね、香港が苦手なものってさ、あんまないやん。ない。姉ちゃん、ダメか。いけんのか。え、もう一回やりたい。ダメだ、そんなんない。え、ない。そんなんない。急に、急に、急にもう一回やりたい。どういうもの。急にミスった感じ。いきますよ。あとちょっとしかないんだからね。
今の絶対刺さってたって。ただただ本当にアオミンの最初のテストから奇跡でしたね。あ、やっぱあれ使った方がいいんじゃないの。何やっけ、青いところ貼ってんの。あ、なんだっけ、キラーショット。キラーショット、ヒルショット使わない。大丈夫、使わない、使わない。ゼロ点になるよ。いきますよ。どうせゼロなら使った。おおえ、これキルショット使わないともうアオミに勝てないよ。だってどうせゼロなんだったらキルショット狙ってゼロの方が良くない？2回発動できるんでしょ、うん、あと2ターンでしょ、うん、今だね。はい、発動しますキルショット。はい、マジか。え、だってさ、狙った方が、狙わないと勝てへんくない？もうまあまあ、どうぞ。だよね。じゃあキルショット使います。8点取るか8か0。いくよ。ギャンブラー、あの人ギャンブラー すっごい収まり得意はこっちな気がするな。時にさ、抜けなくなるのを防ぐ。いくよ。あれみたいなやつ。そう、なんだっけ、あの日本刀にすっごいこの羽に返ってきた。ねえ、どうせゼロだからさ、一緒や。林はもう普段通りいきますよ。じゃあ刺さればいいんだから、いきます。うわっ、おここに来て当てた。3かな。3じゃね。下に刺さってる。やばい、これはもうすごい。イエーイイエーイ、斧投げ得意。見て、アオミン9点なのよ、うん、で、コンコンの勝ち目はもうないんだ。キルショット狙ってもない。じゃあ、キルショットで同点。そうだね、キルショット狙ってきて。で、コンコンは刺さればでも、リナさんに勝つことはワンチャンできるわけです。あ、そうそうそう、できる、できる。リナは今2点だから。内側の3、4、5、どれかとキルショット。ほら、どうする。通常で狙って、真ん中の方を狙う。通常でリナさん超えます。オッケー。真ん中5点なんだね。まっすぐ飛ばない。ではリナちゃんね、これキルショット取ったら逆転じゃない。でもアオミンに勝てるかも、キルショット当てれば。どうしますか、キルショット狙いますか。キルショット狙います。狙います。今もうキルショット行くしか勝つ方法ないもん。キルショット狙います。では、リナちゃんのラスト。 OK、 ラストです。あ、でもそう考えると結構刺さる面積広いかも。いくよ。はい、確かに。キルショット、あ、上行くね。めっちゃ綺麗でした、今。いっぱい刺さります。よかったです。レベルちゃうぐらい低い。位置が。全然遠い。アオミンの勝利でした。おめでとうございます。珍しく。珍しくな。シャーベットで勝てる競技、私ないと思ってたけど。結果は？結果は、コンコン0点。はい。リナちゃん、2点。私が9点です。強いな。強くない？なんだろうね、わかんない。超珍しい、ね、珍しい、珍しい、珍しい。シャーベットの勝負で言うとシャーベット絶対的に弱だからさ、絶対負けたことしかないんだけど、負けるプランしか考えてないんだけど、いつも、うん、負けるプランそうだから結構うちら驚きよ、ね、驚き驚き。お店で本当はねやりたくなったんですけど、ね、まあ時間と、隣にお客さんもいたということで優しさのスタジオです。優しさのスタジオ、しかもスタジオで撮るのに緑で来ちゃったから、はい、大丈夫、白バックです。今日は今日は白バックです。今日は白バック、大丈夫です、はい、チリ文字で書いてもらうのはお世話になりました、うん、アックスさんの、うん、アックスで、アックス、はい、はい、わかりました。斧投げなんでね。え、それはどういうアックスでもいいですか。うん、どういうアックスでもいいよ。あ、じゃあ、ひらがな。ひらがな。ひらがな。すげえ、かくすごい。いや、でもそんなことない。歯がすごいじゃん。まあまあ、なんでもいいよ。ひらがなで、じゃあ、まあ、小学生にもわかりやすくね。ね。はい。あ。あ。はい。鉄。鉄。いやでも、うん、私斧投げ1点も入んなかったじゃないですか、うん、あの後投げてたんですよ。投げてたね。でも1
一発も刺さないのはさすがに嫌だなって、なんか負けず嫌いが出ちゃって、うん、何回かやってたんですけど全然当たなくて、うん、で青木さんに面白いと言っていただいたら、もちろんこんな感じじゃない、刺さってめっちゃ楽しかった。なかなか想像より難しかった ね、多分見てる人もできんじゃないと思うけど、意外とやってみたら難しいんで、力加減とね、投げの場所と難しい、なんかそう刺さる方向が、私一回転しちゃって、うん、絵が当たって落ちるみたいな、大半、うん、大半してたからね、からそこがね難しい、コツをつかむまでがきっと難しいんでしょうね。難しいんですけど、でもまたやりたいなと思います。はい、皆様もぜひアップスさん遊びに行ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。バイバイ。Ta-ta-ta.